腸活の専門家である私が普段どんな食事を食べているのか、今回はですね、ある一日の私の昼食のメニューをあなたにご紹介していきたいと思います。でポイントはもうとにかく腸内環境を整える食事かどうか、でもここに限るんですね。でそこでポイントがあるので、今からあなたもチェックできるポイントと、具体的に私が、まあ、こう食べたですね昼食のメニューに加えて、最後美味しい簡単レシピをご紹介してまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではポイントです。まず発酵食品、水溶性食物繊維、オリゴ糖、 EPA、DHA など良質の油がそのメニューに入っているかどうかっていうのを私は毎回チェックして美味しく食べております。で今回はですね、一つ一つメニューをご紹介していきますね。オートミールを使ってみました。オートミールの雑炊を作ったんですね。でこのオートミールはですね、もうとにかくダイエット向きの食品なんです。もう白米に比べてまず低カロリーですし、低 GI 値食品といって、あなたのその血糖値のですね急上昇をこう抑えてくれる食品だから、結果脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。でまたタンパク質、ミネラル、ビタミンや食物繊維がめちゃくちゃ豊富に含まれておりますから、ものすごくその栄養価も高くて、しかも低カロリーなわけです。でまたもうお腹いっぱいになるんですよ。もうたった少量ですごくお腹いっぱいになりますので、ぜひ最後私がお伝えするレシピ、雑炊作ってみてくださいね。で今回この私が作ったオートミール雑炊は、まあ、卵雑炊になるんです。材料はオートミールと卵、白だしと、まあ、刻みネギと、まあ、お水もしかお湯を使ったレシピなんですが、これ一切もうまな板も包丁も何にもいらないんですね。もう混ぜて作るだけなんです。後から、作り方お伝えしてまいりますね。では2つ目です。この雑炊をですね、美味しく食べた時にセットで食べたのがこちらです。海藻サラダですね。でこれはもうここの水溶性食物繊維がまあチェックで入るところなんですけれども、あとこのオイルもですね、アマニ油をドレッシングに使っていますので、もう2番と4番はもうここでクリアなんですね。そして、あ、そうそう、ドレッシングに塩麹も使ったので、この発酵食品もここで入っております。で海藻サラダは、お写真見ていただきますとお分かりになると思うんですけれども、キャベツを下にベースに引いてですね、その上にこんにゃくと海藻とトマトをトッピングして、で、ドレッシングは手作りします。いつも別動画でもお酢の時にお伝えしてるんですけども、黄金の比率というのがありまして、3対1の割合で作っていただくと丸なんですね。で3っていうのはビネガーです、お酢。そして1っていうのがオイルですよね。で今回私が使ったのは白ワインビネガーを3に対して甘みが1ですね、分量です。そして塩麹をまあ適量入れてよく混ぜて作ったんですけれども、それをパッとかけて美味しくいただきました。これもおすすめですね。そして、もう一つあるんですけれども、この日はですね、朝豆乳ヨーグルト食べる時間がなかったので、あ、そうだ豆乳ヨーグルト食べようと思って準備したんです。で私はこの手作り豆乳ヨーグルトをいつも食べています。すごく簡単です。これも別動画でこう痩せる手作りヨーグルトということでお伝えしておりますので、チェックしてみてくださいね。でこの作った手作り豆乳ヨーグルトの、まあ、材料なんですけれども、もう豆乳だけなんですよ。でプラストッピングで蜂蜜とブルーベリーを入れてみました。でこれはなぜかというと、まあ、蜂蜜はですね、オリゴ糖が多く含まれておりますが、ここ3番もう OK なんですね。で豆乳ヨーグルト発酵してますから、発酵食品1番もクリア。でまあ、ブルーベリーはビタミン系とかアントシアニンとかね、そういった効果もありますので入れてみました。まあ、白髪ケアにもなりますしね。これも別動画でお伝えしていきますのでお楽しみに。でこのですね、実はちょっといただいた蜂蜜なんですよ。クライアントの方からもものすごく美味しい蜂蜜をですね、こんな大きい瓶でいただきまして、もうすごくすごく娘も大好きでですね、もう大切に大切にかけていただきました。ありがとうございました。では今までお伝えしたメニューで1、2、3、4番全部私クリアしているんですね。
そこで先ほどお伝えしましたダイエットにおすすめの食品、オートミールを使った美味しい雑炊の作り方と材料をお伝えしていきます。で、私はですね、この量は2回分ぐらいありますね。1回では食べきれないです。その日にもよりますけども、1回じゃもう多すぎて、なので、私ぐらいの、食事の量で満足な方は、ご自分で2回に分けて食べても良いですし、ご家族とシェアしてもいいですし、で、男性の方はもう多分1回でいけると思うんですけれども、とにかくお腹いっぱいになりますので、ここはもうあえて材料を2人分ということでお伝えしていきたいと思います。では材料です。このオートミールです。失礼します。こちら、私はですね、こちらが、プレミアムピュアのオートミールを使いました。オーツ麦 100% で、すごくね、美味しいんですよ。で、この裏にもだいたいその水の分量ですが、目安は載ってますので、あなたももしお持ちでしたら、この裏面のレシピのその作り方、水の分量はご参考にしていただきたいんですが、私のこのプレミアムピュアオートミールの場合の分量でいきますね。で、まずオートミール、こちら大さじ5です。イコール 30g ですね。で、結構な量なんですよ。すごくふやかして食べますから、ものすごく量が増えるんですね。で、そこに卵1個準備してください。あと白だしが、お好みですが小さじ1から2杯、あとはお好みで刻みネギを少々後で振りかけるんですね。そしてお水またはお湯が 150ml 準備してください。で、こちらもですね、もう簡単にできます。今から作り方お伝えしますね。まずそのお茶碗にオートミール、ドライのオートミールこのまま入れます。で、そこにお水かもしくはお湯を入れます。で、もしこの場合お湯にされた時は後から電子レンジにかけるんですけれども、ちょっと分数を、減らしてもいいかもしれないですね。で、そこに溶き卵を入れて、白だしを入れて、よーくかき混ぜるだけなんです。もうこれだけで、この状態でそのままラップをかけずに600ワットの電子レンジで約2分ぐらい温めてください。そうしましたらもう完成です。その後にお好みでこうネギをね、もう刻んであるネギをパパッとまぶせば、すぐ簡単、包丁もまな板も一切なしで、あっという間に美味しい卵雑炊が出来上がるんです。もうこれはですね、私ちなみにこう時々ですね、ご飯を炊き忘れることがあるんですよ。あ、玄米炊き忘れたと思って、一瞬焦るんですよね。ただその時、あ、そうだ、オートミールがあったと思って。で、オートミールがやっぱりお米の代わりになるんです。で、これ大粒麦で、麦なんですけれども、ほんと味雑炊なんですよ。特に卵入れると、うわ雑炊だなっていう、本当にね、お米と変わらないぐらいの雑炊的なこう感覚で、こう美味しく食べることができますから、ぜひぜひ作ってみてくださいね。で、私はこのオートミールはファスティングの時にも、その前後の準備食であったり回復食であったり、そういった時にも玄米なかったって時にね、代わりに食べます。この、ファスティングにご興味ある方、もしくはその腸活でダイエットご興味ある方はですね、詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そこからどんどんご登録していただいて、直接私と一対一でやり取りしていらっしゃる方が多いです。もしあなたもご必要でしたら、遠慮なくご登録後ご相談してくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このようにこのチャンネルでは、さまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことで、あなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私もとても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。